戦いであれば蹴散らすのみです。いいですね。任せな。取った。さら。せ。お任せよ。いいです。お任せよ。お任せ。任せな。これは人類を守る戦いである。よっしゃ。束ねる星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。エスクスカリバー。勝利は気持ちが良いもんだ。
行きます、先輩。はい、行きます。はっ、まだ了解。はい。よーし！倒れて！シールドエフェクト、発揮します。行きます。はい、了解です。
戦闘です。マスター、指示を。シールドエフェクト、発揮します。セータさん、頑張ります。了解、行きます。はい、了解です。やあ！まだ。行きま、はい、了解です。はっ、はっ、まだ。倒れて。戦闘終了。なんとかなりましたね。
よ、おじさんはランサー、新名をヘクトール。聞いたことある？ない？ま、よろしくな。あら、ずいぶんと可愛らしいマスターなのね。よくってよ、このキャスターがあなたを導いてあげる。でも教えてあげる。あなたが生き残っていたらね。発揮します。シェードさん、頑張ります。任せなさい。この際確実に仕留める。癖が悪くてね。この際確実に仕留める。よし、いいわ。いいだ、カンス、バックよ。行きます。そのカードね。いいだ。第一の光、カンス。見事な采配です、先輩。
ようこそ。マハトマへの一歩。そろそろクエストに戻る。新しい戦いに向けて、いろいろなサーヴァントを育成しましょう。サーヴァントの皆さんの特徴は様々です。今回も無事に帰還で、
サーカースパルタクス。早速で悪いが、君は圧政者かな。なかなか幸運だね、君は。バーソロミュー・ロバーツ、召喚の求めに応じ参上した。それでは規則正しく海賊業に勤しむとしよう。アサシンのサーバント、佐々木小次郎、ここに参上つかまつった。驚かれたか、ランサー、宝蔵院院主。では、よろしく。輝ける聖堂の都市の主、クヤ城のアサシン。今はそれでよい。神明を教えれば、貴様はわらわに平伏したまま何もできぬようになるであろうからな。
いらっしゃい。千里の道も一歩からだ。レベルアップは下腹部に熱が溜まる感じだな。癖。まあこんなものね。どう？夏も終わり、次の季節が見えてきました。小さなことからコツコツとですね。一歩優れたマスターには幸運がついて回ると言います。あ、いえ、私が今そのように思ったというか。とにかく資源獲得です。マスター、しっかり貯蓄しておきましょう。今回も無事に帰還できましたね。戦いは厳しくなる一方ですので、気を引き締めて、私、マシキレイライトを指導していただければ。優れたマスターには幸運がついて回ると言います。あ、いえ、私が今そのように思ったというか。とにかく資源獲得です。マスター、しっかり貯蓄しておきましょう。優れたマスターには幸運がついて回ると言います。いえ、私が今そのように思ったというか。とにかく資源獲得です。マスター、しっかり貯蓄し。お一人様ご案内。ゆっくりしていってくれたまえ。マナプリズムと交換する？いいとも。では今回の品物を紹介しよう。まだ見ていくかい？結構私も張り合いがあるってものさ。
落ち着いて、油断なきように。任せなさい。シールドエフェクト発揮します。総員、突撃準備。この道に勝利を。聖剣解放。お任せよ。そのカードね。いいですね。やっ、第二の光。いいけど、はい、そのカードね。第一の光。ふっ。第一の光。お任せします。いいですね。スイッチ。騎士の誓いは破れない。新しい戦いに向けて、いろいろなサーヴァントを、今回も無事に、今回も無事に、優れたマスターには幸運、優れたマスターには幸運がついて回るという、優れたマスターには幸運がつ、戦闘です。マッシールドエフェクト発揮します。少女さん、頑張ります。よくってよ。取れそう。癖が悪くてね。この際は確実にしてね。行きます。いいな。はい。やーし。そこ。よし、いいわ。行きます。感謝バカよ。第一の光。ふっ。いいわ。よし。第一の光。ふっ。もう終わり。
夏も終わり、次の季節が見え、今回も無事に報酬獲得で。Thank you.